現状十両と幕下は、まあ、現状であくまでも言えば、はい、2人ほど変わるという見込みになっていて、1人は、まあ、藤青雲が15枚目以内で幕下は全勝優勝していて、はい、もう1人が西の筆頭で5番勝っている嘉陽、はい、有力、つまりはこの一番西の14枚目の風剣王、相手に生田目が勝つか、風剣王は勝ち越して十両の座を守れるかどうかという、まあ、厳しい一番になります。四角部屋での緊張感というのは、見てもちょっとよくわからなかったわけですが、やはりこの77で、十両の一番下ですからね、はい、かなり緊張すると思いますよ。生田目の方はどうでしょうかね。もう勝ち越しは決めているんですが、そうですね、ここ大事な一番ですから、はい、まあやはり生田目の方は追う立場ですからね、まあ多少は、まあ、そこまで緊張はないんじゃないかなと思いますね。思いっきり相撲を取って、そうですね、まあ自分の相撲を取れればっていう考えはあるんじゃないですかね。長田目、実は先場所も西の5枚目で4勝2敗、千秋楽、十両で取ったと、はい、まあ、これ上がるかどうかというのは、はっきりとは分からなかった取り組みではあるんですが、その一番は敗れたんですよね、はい、まあ、そういった経験も積んでいます。緊張はあるんではないかと話していたこちら、新十両の風剣王、去年の九州場所、生田目とは対戦があって、その時は生田目が右に動いて突き落とし、風剣王が残したんですが、今度は生田目が左からいなして崩して勝ちました。幕下の生田目、7勝7敗、風剣王、木村吉次郎が合わせます。踏み込んだ、引いた風剣王、生田目の出足で押し出し、生田目5勝目、大きな5勝目、風剣王は負け越し。自分の力で枠をこじ開けました。生田目、ただいまの決まり手は突き出し、決まり手突き出し、生田目の勝ち。いや、勝った後の表情が印象的でした。そうですね、やはりこういう場面ではですね、気持ちの強さが出ますよね。そうですか、はい、踏み込んだのはですね、風剣王の方に見えたんですが、はい、やはり勝ちにいってる相撲ですよね。ただ勝負に勝ちに行くのと、やはりこう相撲、自分の相撲を取って勝ちに行く相撲ではやはり変わってきますから、まあ、そういう面では、生田目の方がですね、はい、自分の相撲を取ってですね、勝ちを手に入れたんじゃないかなと思いますけど。いや、これ西の幕下2枚目で5勝2敗、どうやら来場所の十両昇進、はい、自分の力でこじ上げていきました。平成14年生まれの22歳、栃木県の佐倉市の出身、矢板高校から令和2年の初場所入門、まあ、去年膝の怪我もあったんですが、入門から4年半、表情というのは本人も相当意識はあったというのが伺えますね。そうですね、気合入ってましたね。